皆さんこんにちは先日ダイソーで100均ジェルネイルにちょうど良さそうなこちらの収納ケースを見つけたので買ってみましたそちらを今回ご紹介したいと思いますセルフジェルネイルをしているとどんどんボトルが増えていって収納に困ったりする方もいると思うので少しでも参考になったら嬉しいですそれではどうぞ でこちらがダイソーで見つけた重なる透明収納ケースっていうものなんですけどお値段は200円です税込み220円なんです高さが 9.5cm なんですでこれがちょうど良さそうな高さだったのでちょっと買ってみました100均のジェルネイルじゃなくてもこれぐらいの高さのジェルネイルって結構ありますよねこういうボトルタイプのジェルなら多分入ると思うんですけどちょっと入れてみますね でこんなな感じで引き出しタイプになっていますこれ100均のジェルなんですけどこんな感じでちょうど入るんですよね。あの100均のジェルではないんですけどこちらは猫ジェルのボトルなんですけど少し背の高いタイプもこうやって入るんですよ。よさそうです。 こんな感じでねちょうどぴったりなんか探すのも結構大変だしこれがすごい重たいんですよね。どうしようかなっていうふうに思ってたんですけどで今回このダイソーで引き出すだけでいいのでいいかなと思って買ってみました。ちょっと詰め替えてみます。引き出しに入れるとこういうい感じで こういううで大きいこういう本当に引き出しタイプの収納だと、まあ、その場所でしか置けれないんですがこれだと持ち運ぼうと思ったら持ち運べるんですよね。っていうのもあって、まあ、こういうケースみたいな引き出しがいいなって思ったんですよね。これだとこうやって2段積んであってもね下の方からもこうやって取れるしねいいかも。まあ、ただやっぱし重たいは重たいですねこの引く時に。少し重たいいいけどでも全然いい 高さの高いボトルじゃなければ、長くてもこれぐらいかなって思うんですよね。私が持ってる中で一番長いやつ、一番長いのこれかな。のベッティージェルのピールオフジェルが一番長いんですけど、これ入るかな。高さがあるのがこのピールオフジェルのベッティージェルのピールオフだったんですけど、これは残念ながら入らなかったです。 残念これは入んないでもあと他のはほとんど入るネイル工房のペロリンも入りますね今まで使ってたケースはこういうペロリンとか入んなかったんですよねこの猫ジェルのトップも入らなかったからうんこれも入るそうこの辺が入らなくてちょっと困ってたでも平均的なちょっと長めのタイプ 100均のより少し長めのやつだったらいけそうです多分マニキュア系もいけそうですよね OPI のマニキュア系は入んないですねこれも結構大きめですもんね私がよく使ってるこの像や全然入ります OPI とかこの辺これは入んないけど、まあ、よっぽどは入りそうな感じですね まあ100均をメインで入れたかったんで全然いいんですけどそう100均のが入れば私はいいんですがそういう感じの高さですでちなみにこちらのキャンドゥのカラージェルなんですけどこちらは一回り小さい分もあって35ですね縦5横 7 35色入りました。ダイソーのカラージェルは少し太めなんですよね。ちょっと大きめなので、こちらは縦が5、横6で、こちらは30分入りました。ね、ダイソーがやっぱ一番かさばるんですね。こんな感じでカラージェルどんどん増えていってしまうと思うんですけど、 高さが100均のジェルネイルにはぴったりなのですごいおすすめです今ご紹介したのがこちらの引き出しがちょっと高めのタイプでこれ1個200円なんですけどこういう3段のもあるんですよね細かく3段に分かれてて3段1セットで200円で売ってるのもあってコンテナタイプのこういう小さめのサイズのものがすごくぴったり入るんですよねこういう感じでこういうホログラムとかもこうやってちょうど高さが こんな感じでちょうどよくってこれもすごいずっと愛用してるんですこういうシールとかも入るしそうこっちのバージョンもおすすめなんかこの素材がなんか良くなってる気がするってか同じシリーズじゃないのかもしれないんですけどそうこれちょっとだいぶ何年か前に買ったんですけどなんかこのねアクリルの最近買ったやつの方がしっかりした感じ。 もしかしたらこっちのシリーズもこういうのに変わってるのかなどうなんだろう分かんないですけどでもこれもねすごくあの収納にすごく便利なのでこれもダイソーで買いましたこんな感じで今回はダイソーで見つけた100均のジェルネイルにちょうど良さそうなこんな感じのケースをご紹介しましたセルフジェルネイルやっていくとこういうネイル用品って増えてきますよね なので、ちょっと収納に困っている方のご参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。